こんにちは、黒田和之です。今日もご視聴ありがとうございます。今日はですね、バーナードパーティーとか、ジェフ・ポーカロがやってる、シャッフル、この間にこのスネアを埋めるシャッフルなんですけど、これについて解説してほしいという問い合わせがあったので、やりたいと思います。前にもやってるんですけど、ザーナの音源にはスタツスタツがあんまりたくさん聞こえてないんですね。でも教則ビデオのね、URL 送ってもらったんですけど、ビデオでは本当にね、全部入れてたんですよ。なので、バーナードパーティーも全部入れるんですね。で、練習の仕方としてはダウンアップを使います。この、で、これについてはまた別動画でいろいろやってるんですが、いろんな人がやってると思います。あんまりこう肘を僕はね、動かさない方がいいと思ってて、こうダウンして上げる時に手首でクッて当てるみたいな感じ。パーカッションのヒールトゥーにすごい似てるなぁとは思ってるんですけど。で、シャッフルの場合は下にいる時間をタッタ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 タ2つ分下に手を指定させて、上げる時間を遅らせる。普通は上げるんですが、で、この間に左手を入れる。で、バーンとファイはもう普通に、スネアを結構ランダムにいろんなところに入れてたんですけど、ジェフ・ポーカロさんはもう本当に普通に、16ビートのシャッフルのところに入れます、これをね。で、こうアクセントの後のこれデニチェもやるんですけど、ここにスネアが残ってるか残ってないか、ほんと微差なんですよ。分かるか分からないかなんだけど、これが結構グルーブを生むみたいなところがあって、ここは3連の2つ左手がやらなきゃいけないですね。で、質問があったんですけど、ここ音量下げるのしんどいから上げてもいいですかって、上げるんだったら入れない方がいいですね。だから普通にツタツツタツタタツタツツタツツタツタタツタツ、ここ一瞬途切れてる感じがするじゃないですか。それをツタツツタツタタツツタツツタツツタツ、これでグルーブするっていうことなんですね。これですね、難しいですよね。これをどうやって16ビートに彫り込みますかっていうことなんですけど、こういう16ビートのね、このパターン集があります。で、これでこれをやりながら、こうやって練習してもらうといいのかなと。足は、手をずっとこのパターンでキープしといて、足はこれを全部入れていく練習。まあちょっと4番とかやりすぎなので、特にやらなくてもいいと思うんですけど、4番以外は全部できるととてもいいんじゃないかなっていうふうに思います。で、これをやるためにはどうなるかというと、このように手と足の関係をちゃんとやっておかなきゃいけないんですね。なので、これこの ABCD をこのパターンで読み替えるとすると、こうなるじゃないですかみたいな。は A ね。B 1 2 3 4 C 4 D 1 2 3 4っていうふうに、手と足の関係、どこが一緒になるのかなみたいなのをこう書き出してあるので、これでちょっとゆっくりずつ練習してみて、で、この1番から10番までを練習していただけるといいかなと思います。
はい、というわけで、一応10パターンやってみました。まあ練習の仕方ですから、これ僕の模範というよりか僕がもう自己練習してる感じですね。テンポ70でやったと思うんですけど、クリック聞きながらやってたんですけど、本当にこうもっともっと丁寧に練習しなきゃいけないな。YouTube のおかげでですね、こうやって基礎練習とかこうやってみると、ああこれ俺まだ全然できてねえなーみたいなのがすごいね分かってね、本当にいいんですけど、非常にこういう感じの感覚が身につくと、そのレードバックした16とかもやっぱ身についてくると思うんですね。なので、3連を全部細かく綺麗に叩くっていう練習は非常にいいと思いますので、ぜひやってみてください。めちゃくちゃおすすめです。この資料の方はですね、メルマガ登録していただけるとダウンロードできるようにしておきますので、ぜひ使ってみてください。俺もっともっとうまくできるよという方はね、もうその本当にそうだと思います。僕ももっともっと精進します。はい、というわけで、本日も最後までご視聴ありがとうございました。